ったのりおさん、かっけーかっけーかっけーだりーだりーなんでだりんだよ、お前だりーとりあえず言ってあげろ、お前それおやっすのりおさん、おやっす彼は伝説の丘サーファーのりお。サーフィンは全くできないが、どんなボケでも乗りこなす乗りツッコミの達人である。今日もいいのに来てんね。最高っすね。いい天気っすね。最高のイチゴができるんですね。そう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 。この波見ながら炎天下のもとぬるーいイチゴを食べる最高ってなんでだよ。のりおさん、今日絶好調っすね。いや、結構不意打ちだと思ったんですけどね。さすがのりツッコミの達人、伝説のお母さんファン、のりこちゃん。そう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 。私、どんな男も乗りこなせちゃうんだ。で、バカ男だ男、俺は。キレッキレっすね。そうか。いや、今日特にヤバいっす。まあまあ、いつもこんなもんだろ。いや、マジですごいっす。本当に憧れです、ジャスティン・ビーバーが。あ、そう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 。俺が日本のジャスティン・ビーバーだって。おい、俺に憧れろよ、俺に。うわー、いや、なんでも乗れるっすね、マジですごいっすよ。やっぱ生きる伝説。違う、すごいね、本当に。そういうことだ。ノリオってだけあるね。おい、おい、おい、はい、おい、あそこ誰か溺れてないか。いや、あれ海藻じゃないですか。いや、人だろ。ちょ、溺れてるって。あれ、いや、あれ海藻っすね。はい、あれ海藻っすね。いや、助けないと。ちょっとあれ浮き輪持ってきて、浮き輪。はい、早く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 、はい、早く、早く行くぞ、早く行くぞ。ちょっと待ってくださいね。今行きます。戻りました。あ、ありがとう、ありがとう。早いね、準備が。はい、あ、そう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 。ちょっとね、僕ぐらい軽かったらこの浮き輪で全然いけるから。今助けに行きますからね。あーって、おい、バカ。これフラフープじゃん。ごめんなさい、形似てるだけだって。すいません、これ浮かないか。浮き輪、すいません、泳げないんだから俺。持ってきました。早く。はい、はい、ありがとう、ありがとう、はい、ありがとう。な、な、今からね、皆さんにマジックをご覧に入れたいと思います。今この写真の中にある浮き輪、こうしてね、2つに折って、こうしてもうこうやってグーンってやって、なんと開くと、なんとバーン、変わってません。サプライズってバカ。リアルなの持ってこいよ。すいません、うん、早く浮き輪、浮き輪。あ、ありがとう、早い、そう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 。すいません、ちょっと今、多分ずっと溺れてて大変だと思うんで、これ食べてちょっと元気出してください。で、バカ。持ってってる場合じゃないだろ、こんなん。いい感じに上がってると思ってますか。いい感じに上がってるけど。すいません。ったく、浮き輪持ってこいって言ってんだよ、浮き輪を。あ、持ってきました、すいません、はい、ありがとう、はいはい。あ、そう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 。これをね、こうやって、こうやって、あー、疲れた、いい夢見れそうって、バカ。いや、それ浮き輪っすよ。なんか突っ込みすぎておかしくなってるんじゃないですか。あ、ごめんなさい、全然ボケてないです、うん、はい。え、それ浮き輪です。お、あ、浮き輪か。はい、はい、オッケー、じゃあちょっと助けに行ってくるわ。はい、うん、大丈夫。海藻だったわ。いや、だから言ったじゃないですか。え、でも確かめなきゃ分かんないじゃん、だって。まあ、人間じゃなくてよかったですね。そういうこと。あ、そうだ。よいしょ。おー、スイカ。持ってきました。いいね。夏だね。食べよう、食べよう。いやいや、ちょっと待って待って待って。スイカだから、スイカ割り。やらない。せっかくだし。うん。どうすか、のりおさん。いいね、夏はスイカ割りっしょ。ですよね、のりっすね、さすが。じゃあ、あれだな、冒頭目隠し必要だな。ちょっと持ってきてくれるか。はい、急ぎ、持ってきます。いきます、頼むよ。いきます。だから早く目隠しの棒持ってきてっつってんのよ。持ってきました。そうそうそう、あ、そう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 。これね、こちらを使いまして、今回ですね、これをこうやってね、こうやって
こうやってバカー入んないでねあと予想外だもんな鍋ってすいませんうんいいよいいよ大丈夫大丈夫ただちょっと目隠しの棒欲しいかなすいませんはい持ってきましたはい、はい、そう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 ちょっと今日はね船虫でも捕まえようと思ったんだけどもちょっと虫顔に先客がいたわハヤトくんってハヤトくんすいませんこんな存在の扱い方今どこでもしないよあの人すいません佐野ハヤトくんねあのぜひ僕たちのコントのね撮影出ていただけるとと思いますでバカお前メンバーだろ早く来いよはいすいませんすいません冒頭目隠しね本当にすいません本当にすいませんそう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 こちらのねあのスイカの方を切りましてみんな楽しく割りましたということでこちらが完成品のスイカでございますでバカ醍醐味醍醐味綺麗なの食って何が楽しいのこれ縁側でいいから割るやつです、ね、割るやつ、はい、割ってロマン出るやつ、はい、持ってきて、はい、持ってきましたいいスラありがとうありがとうそうそうそう、はい、お前は本当にふざけるそう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 今僕たちですねこちらの恋するポイフルというねキャンペーンやっておりますのでたくさん見てくださいね大好きポイフルバカいいのよ宣伝はキャンペーンもう終わりましたよえすいませんありがとうございますすいません本当にすいませんそうそうそうこれねこれにこうやって座ってさおおよう武田あ武田ねよう武田お前もスイカいるかいるかだけにっつってねわあ滑ったすいません僕が悪いかも俺が悪いか全然そんなことないよすいません全然ただボート目隠しが必要だな、はい、スイカ割りしたいっつってんだ持ってきました申し訳ないですすいません送りましたはいありがとう、はい、ありがとうありがとうそうそうそうこの2つこの2つ何これそうそうそうこの2つ使ってね、はいついにノリを五香がさせようになりましたでバカすごいって言われちゃったよシンプルな褒めが一番辛いかもしれないすいませんなんで君そうやって心ないね君本当にあっちあっちうんちょうだいちょうだいそうだなお前ら笑顔綺麗だないいよお前ら最高だなってバカ何も持ってきてないの何もないです別に別に何もないですただニコニコしながら何してんの持ってきてよすいませんすいませんなんか持ってこいよ予想外だよ持ってきましたすいませんはいありがとうありがとうありがとうあそう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 来たやっと来たそうこれをねこうやって目隠しにしてこうやってこれでねこうやって回るわけだ行くよ俺いいね俺からでいい順番にやっていくよいいねはーい始まりましたちょこれ指示もらわないとこれダメだこれちょっと右みんな そう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 スイカ割りってね一人で粛々と楽しむもんだからってバカバカみんなでやるからのスイカ割りなんでしょうよ思うようにいかないしんどいお疲れ様でしたお疲れ様でしたお疲れ様でした今回コントいやどうでしたかのりおさん吉田さんね吉田さんでいいよ二度とその名前で呼ばないでそういう感じいや全然面白かったですけど、うんまあ、練習からねこうボケみたいな格好してるじゃないですか、うん、でながらもこうボケて突っ込むって全部やるっていう、うんまあ、一番負担が今までの3本の中で大きかったかなっていうふうには思いますけど、ね、ただまあなんかそういうものを考える時間とか、うんまあ、ちょっと苦しかったですけど、うん、面白かったなって思いますね、うん、刺激にはなりました本当になるほど、うん、みんなはのりおさんののりツッコミいかがでした面白かった。面白かった。もっと早くもっとテンション上げめてさ、面白かったっすねー。出てこないとさ、もう今メンタルガタ落ちなんだから。いや面白かった。面白かった。面白かったんだけど。こっちはただただもうもはや見てる感じだったから。そうそうそう。気楽でしたね。あ本当。期待しかなかったよ、持っていくとき。だろうね。これなんて言ってるんだろう。そう。これは言うだろうなみたいな。これ
絶対おもろいこと言うだろうなって時に限っておもんないっておもんないんかい。まあでも期待とかありますよね、それは見てる側からしたらね。全部すごかったね、全部すごかったね。よう頭もあったね、本当に、うん、いやいや、本当にこの頭締め付けられてる中よく考えたなと思いますよ、本当にビッグで俺らできないことですね。いやいや、本当面白かったですよ、これは。結構本番前ね、吉田君、のりおさん、本当緊張してましたけど、はい、かなりのやっぱりそのプレッシャーを感じてましたか？いや、そうですね、もう昨日も寝る前に思い浮かんでないこうノリツッコミとかをその材料を考えて、いやこれマジで難しいなって思いながら考えて寝たら、なんかすごい悪夢見ちゃってずっと今日一日緊張してたし、憂鬱だったんだね。今日追加されたアイテムもあったから、うん、そういうのも見て考えたりとか大変でしたね、結構緊張しました。このコントのパート2はもうなしで、いやいやー、まあなしかな、じゃあ。いや、やるっしょこのコントが良かったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、僕たちはミルクでした。バイバイ。バイバイ。